東武バス、東武バスセントラル、三里営業所三里営業所東武バスセントラル、三里営業所とは、埼玉県三里市美古生に所在する、東武バスセントラルの営業所である。最寄り停留所は、三里団地、最寄り駅は、新三里駅である。東武バスの公式ホームページでは、東営業所と吉川営業所で、路線図が一つになっている。総加営業事務所の傘下に位置する。 主に新三里駅、三里駅、金町駅を発着する路線を担当している。三里市役所入口走車上金52系統は大場川沿いを走行し、金54系統は中央通りを走行する。当営業所開設時より続く基幹路線。元は越谷駅金町駅線の一部で、現在の大場川沿いの県道を吉川、越谷方面へ抜ける路線だった。 1973年の武蔵野線開業時と、三里出張所開設に伴い、三里駅を境に路線を分割三里駅線。そのため、統計等新設時はその名残で、三里駅工房館は、現在の母体停留所経由ではなく大広戸経由で、運行していた。ララポート新三里オープン以降、新三里駅周辺にて、道路渋滞が発生したため、遅延解消として、 2009年11月28日より土日祝日の15時頃から20時頃のみの一部便は三里駅にて分離運行されている。なお、三里駅到着後は折り返しかな町駅業、または三里市役所入口走車場へ改装される。そして乗務員休憩を取った後、改装で三里駅に向かい、三里駅始発で運行される。 2011年10月24日、ダイヤ改正より、平日の金52系統の三里駅発着便が、三里団地発着に変更及び、金54系統の金町方向の三鷹、スバステ経由から東金町八丁目経由に変更になり、金50系統の昼間の時間帯運行代替として運行される。足立一日フリーパスが、 高須、東岸根町八丁目金町駅間で利用できる。2009年9月16日のダイヤ改正により、新三里駅発着便の運行を開始。しかし、2016年8月8日のダイヤ改正により、近52系統の新三里駅、発着便の運行が廃止になった。後部、追突注意表示車両は、伊須津車25台、日野車3台の合計28台。 営業所開設当時から、イスズ自動車の車両主体の構成になっていたが、富士重工業のバス事業撤退に伴い、イスズバス製造、もしくは J バス製造の車両が、申請投入されている。三里営業所の車両は、バス停停車中に、後部の行き先表示器に、追突注意が表示される。事業所一覧、東武バスオンライン。 web.archive.org 2020年6月12日閲覧エビーミサト営業所吉川営業所管内バス路線図東部交通広告のご案内新ミサト駅行きのみ平日夜に2便運行新ミサト駅発の便は運行なし金町ミサト地区路線再編のお知らせ吉川南駅開業に伴う 路線解説運行回数変更のお知らせ3水社、バスマガジン29号バス会社潜入レポート東部、バスグループ。ありがとうございます。